ちょっとお疲れ様です。はい、ということでですね、今日はダウンジャケットから続き、はい、フットウェアだらん、フットウェア、はい、コバーの何ですかというところになりますと、担当フットウェア説明します。お願いします。担当商品でね、靴逆です。あ、そうです。あ、失礼しました。前もありました。あ、これです。はい、こちらですね。はい、向き問題ですね。はい、だらん。はい、今回紹介させていただくのは、ホバーのサミットファットタイヤ、はい、というところになります。で、これが出たのが、12月の15日。おー、もうついこの間。はい、ついこの間なんですけど、はい、出ました。オンラインの方と、店舗の方、新宿店、有明店ありますというところになるんですが、この商品の特徴、もう自分も履いてるんですけど、早速ね、早速もう履き心地マックス、マックス、もういい、最高っす。最高、いいですね。発売と同時に買ってましたもんね。そうですね、発売と同時にフットウェア買いました。狙ってたね。はい、もう狙ってる商品でした。で、もう今回おすすめしたい商品、この靴なんですけど、はい、見た目からして、まずかっこいい、バルキーですね。はい、ちょっと大きめのシルエットになってて、めっちゃごつく見えるけど、そうですね、今自分がこう履いてる感じで、この合わせ方なんですけど、冬とかは特にいいですね。そうですね、もこっとしたダウンとか、はい、ボリュームが出るので、ボリュームが出る、ちゃんとそれに ついてくるというか、っていう感じになると、こんな感じになるので、はい、もう本当にこれもう見た瞬間にこういう服装、まあ、ちょっとダボっとした服装もしてるんで、はい、自分はダウンに合わせて、あ、そうですね、そういうなんか履き方もいいかなと思って、はい、まあ、こういう最近ガネの感じ、大金くんのこの感じで短めにして、ちょっとこう出す感じもできたりもするんで、すごいいいなと思うんですけど、まずじゃあ特徴いきたいと思います、はい、素材は、リップストップの素材使っております。お、はい、このタイルリップ、あ、リップをストップっていうところの、はい、リップトップ生地を使用しております。リップストップ、はい、ここにも使えます。もういろんなところにリップストップ、ミスターリップストップですかね、自分。あ、違いますね。はい、ということで、このような、そうですね、滑るのだけは止められないです。はい、で、まあ、破けるところの防いでくれる耐久性を持っているリップストップの素材を、使用しているアッパーになっております。で、もう多分見てる人気になってると思うんですけど、ここのやっぱりレーシングのところが非常に特徴的に、なっています。これゴム？そうですね、ゴムです。伸びるんですよね。はい、縛らないで、縛るタイプじゃなくて、ここの紐のところをこう引っ張ると縛っていくような仕様になっています。めっちゃ簡単だね。はい、なので紐のところも、締めやすいですし、調整しやすい作りになっております。で、ちょっと特徴的なのが、ほんと3本ぐらい今このシューレースみたいなの見えると思うんですけど、この白とオレンジと黒、この3個がこうなんか折り混ざったようなこう作りになってるんですよ。で、まあ、引っ張って調整するのはこの黒なんですけど、この赤いデザインとかも入ってたりして、このシューレースをこう編み込みながら、こうデザインとしても取り入れてるような、あんまり見ないような靴になってますね。この横の白いやつが何ですかね、ある程度横ブレとかを、そうですね、してくれそうです。はい、まあ、リップストップなので、もともとこうちょっとしっかりしてる生地なので、そこはありますと。で、あとシュータンのところも結構履きやすい、ちょっと柔らかいネオプレーン素材っぽい感じの素材になっていますので、足入れもすごくいいですし、足首のところも痛くないです。はい、で、内側のところも結構ちょっと見にくいかな、こんな感じでちょっとこうパッドが入ってるんですよね、厚めの。なので、しっかりと足がこう中でこう固定されたり、こう包まれたりする感じなので、履き心地すごいです。はい、はい、あ、自分するどっち見ていいかな。はい、で、かかとのところのところにも、ちょっと TPU レザーみたいな、PU コーティングみたいな感じの、タイプのかかとのところにマークが、ロゴが入っているような感じの特徴になっております。はい、で、クッション素材は先ほどの、ホバーっていうところの、テクノロジー、他のランニングのシューズでも使われているような、テクノロジーですけど、ホバーのクッショニングと、あと他のところにないのが、ミシュラン、アウトソールのところにミシュランのソールを採用しております。タイヤの
タイヤですね、タイヤのあの有名のタイヤのミシュランマン、はい、の、アウトソールを採用しているので滑らないし、で履いた時もやっぱしっかりとこうグリップしてくれるような、はい、試し履きしたんですけど、すごいグリップ力がすごい。そうですね、吸盤みたいな、そうキュッとこう本当にこう食いつくような、はい、吸いつく吸いつく感じになってるので、はい、で履いた感じもちょっとあのやっぱバルキーなんでちょっとこう高さがこうあるんですよね、はい、そうね、厚みあるよね、はい、なので本当なんかふわっとしたの、うん、こう本当ふわっとしてるこう飛んでるような感覚になるので、まあ、ホバーあの柔らかさもありますし、けど柔らかすぎずちょうどいい感じのこのクッションっていうところのを感じれるシューズになっています。はい、はい、気になったんだけどさ、はい、なんでしょう、これジップついてるじゃん、ジップ、あ、見えますか、ジップ、なんかジップ、ジップついてるんですよ、なんか靴下みたいなのつなげられるんですよ、そうですね、デザインですね、なんかデザインそれです、はい、インスタになんかそうなんですよ、なんかハイカットにできるみたいな、はい、画像見たんですけど、はい、あのインスタの方で見ていただけると、見てあの見ていただけるんですけど、ここになんか足首のなんかつくんですよ、カフが、カフのパーツがあって、それに関してはちょっとあの選手とか、インフルエンサーの方に提供するだけのところになっていて、あの通常の販売ではそこはちょっと売ってないんですよ、ついてこない、ついてこないんです、なので購入された方は何だと思うと思うんですけど、まあ、デザインの一部になる感じになっちゃうんですよね、そこのカフが売ってないので、で、そこのカフは、本当は、このジップにつなげる、はい、このつなげれるような仕様になっているので、ちょっとアウトドアテイストも、出してくれるようなジップのデザインとして、まあ、見ていただければと思っております。なるほど、はい、カフに関してはちょっと特別に選手と、そういうインフルエンサーの方のみがちょっとつけれるものになっていますので、ちょっと今後もしそういうのがどっか出回るかもしれない、出てくるかもしれないですね、ちょっと分かんないですね、うん、はい、でも逆にこれデザインってまあまあかっこいいかな、そうですね、自分は結構好みなので、そうですね、ちょっとなんかちょっとテッキーな感じの、ね、はい、はい、デザインとして普通の靴にはつかない、そうですね、でまあもともとそういう意味がありましたっていうところだけ、知っていただけたらと思うんですよね、でまあちょっと販売ちょっとないのっていうところでいくとちょっとないので、はい、販売できません、申し訳ございませんってなるんですけど、そういう背景があります、うん、なのでこのジップはそういう感じですね、はい、他に何か気になるってありますか、この紐があれですね、ちょっとこうアウトドアで使うような、なんていうか、ザイルとかで使うようなっぽいデザイン、そうですね、ローンっぽいデザインとこと、あとあれですね、気になったのがこのロゴというか、はい、何ですかロゴ、フットウェアディビジョン、はい、ボルチモア MD PDX、はい、オレゴンですかこれは、はい、で書いてあるこの、そうですね、ここ理由というか、理由っていうよりかはもうここはもう、はい、どこ、ボルチモアが本社ですし、あと PDX っていうところ、オレゴンのところなんですけど、ポートランドのところに、はい、フットウェアの、開発だったりとかをしているところがありますと、それって今まで言ってましたっけ、そういう、そこは、意外に言ってない説、言ってないんですね、ないし靴にもこう入ってはなかった、珍しいですね、確かに、はい、けど今まであのアパレルの方でそういうボルチマの本社、はい、ボルチマは、はい、本社のあれがありましたっていうところで、多分そことちょっと、はい、リンクして、はい、フックするような形で、ボルチマのところと BDX のところでこう一緒にこう頑張って作りましたよっていう、はい、本当にだからもう力作っていうところ、オレゴンなんですね、そうですね、はい、アンダーマーの、はい、開発がそこにあるので、はい、そこと、まあ連携しながら、まあ、フットウェアの開発っていうよりかはどちらかといえばアスリートの研究みたいな、はい、アスリート研究所みたいな感じなんですけど、はいはいはい、そこで、もちろんいろんなあのデータを取ってたり、もちろんカリーとか、はい、あの練習のするときに自分のこの動きがどうなっているかとっていうところをできるオフィスなんですけど、そこで一緒にこう開発したミシュランソールだったりとか、はい、そういう履き心地のところのフィット感だったりとかを、作ったシューズになっております。なので履き心地はもう最高っていう感じです。デザインもいいですね、はい、デザインもかっこいいですし、で、展開カラーはですね、はい、一色になります、こちらのカラーのみになります、
はい。ホワイト。ホワイトアッパーに、エナメルブルーですね。エナメルブルーですね。はい。ちょっと待ってくださいね。ホワイトエナメルブルー。はい。エナメルになってます。はい。エナメルブルーですね。で、サイズの方は、靴なので履いてみていただいてます。普段履いてる。あ、自分普段サイズ26ですけど。今は今26です。あ、じゃあ普段履いてる、はい、普段履いてるサイズで問題ないですね。自分も26、普段26で、これも26です。はい。なので、横幅も、まあ、広くはないですけど、はい、狭くもないです。はい、なので、まあ、レギュラーピックっていうところになりますね。はい。他は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ということでですね、この、ファットタイヤのところを、紹介させていただきましたと。なので、ぜひ、履き心地とかも、店頭の方行っていただいて、はい、ちょっと数も、ちょっと少ない感じもありますので、はい、限りもありますので、イーコム上と、新宿有明のところ、都内だとそのあたりで、見ていただければ、購入できる場所としてはありますというところなので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、大丈夫ですか？はい、はい、なので、引き続き、質問、シューズ、このシューズ説明してほしいですというご依頼ありましたら、ぜひコメントしていただければと思います。はい、はい、なので、最後の3つどうぞ、チャンネル登録、はい、高評価、コメントと、はい、はい、最近コメントばっかり言ってますね普通に話す中でもコメント入ってくる、はい、もうコメントばっかり言って、コメントしてくれっていうまあそうですね、コメントしていただければ、はい、本当に交流もできますし、はい、我々も助かりますと、うん、いうところなので、ぜひこの3つをしていただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。